ということでね、おてちんさんとのコラボですね。おてちんは、まあ、2人のサポート役みたいなイメージがあるんですけど、今日はね、おてちんのね、素顔を暴こうという回です。おてちんさんはですね、小さい女の子が大人気です。ということでね、今日はおてちんさんにいくつかちょっと質問をしてみたいと思います。大丈夫ですか？うきさんかおたさんと付き合っていますか？ですよね。ドテチンさんが一番得意な技は何ですか？基本的にはまあバレエもタップもジャズも何でも踊れると思うんですけど、その中でも特に一番これが得意だなっていうのは、あ、足を上げたりとか。あ、でもこの子なんか180度足が上がりますでしょうか？私は32度しか上がりますって。いけそうですか？これ昔からこんなにやらなかった。おてちん。今回検証してみたいことの一つに、ミュージカルの中に出てくるリフト、すごい難しいリフトいっぱいあります。それをその初見で何分ぐらいでできるのかっていうのを検証してみたいなと思います。結構難しいです。いけるなっていう強気ですね。おてちんさん意外に強気でした。ということで早速やってみたいと思います。まあ、バレエ演目のコーダで最後ブルブルブルってまあチュンって降りる技があるんですけど、僕の肩を持ってもらってよいしょ、チュッてよし、で僕の右足から左足をくださいよいしょ、でここから一気に肩を抜きます。せーの、よし、この状態で終わって最後前向きに降ります。僕の胴体を持ってブリッジ、逆ブリッジみたいな感じで待ってください。ほっ、そうです、そうです、そうです。じゃあ、ちょっと待ってます。それでは、この動画はここまでになります。チャンネル登録